はい、それではトップバッター、野瀬ひろゆきさん、どうぞ。こんばんは。鹿児島哲学カフェの野瀬と申します。今日私ここに出てきたの目的2個あります。今からお話しする話、事柄についてですね、皆さんに一人でも多く知っていただくということと、あと一つトップバッターとしてこの場を温めるということを目的に、皆さん温かい心で。で、私ですね、プロフィールにもいろいろ書いてたんですけど、鹿児島哲学カフェって出てましたけど、話しません。で、経験作りとかですね、ケーキ作りだとかマラソンだとかそういう話書いてました。それもしません。まあ、趣味がいろいろありましてですね、御朱印集めだったりとかです、献血だったりとかですね、落語とか演劇とかあるんですけど、また最近趣味が増えたんでその話をします。で、私去年ですね、マラソンで、マラソンずっとやってるんですけど、3時間半を切りまして、ちょっと燃え尽きてるんですよ。ちょっと今年はですね、別の目的をですね、達成しようということで、走るんですけども、別の目標を、挑戦してみようと始めました。でですね、この始めた3ヶ月前で、まだ若造なんですけども、ちょっとそんな中でですね、写真がないんですよ、全然。そこでそういう話をしたら、岩尾さんがですね、絵で描けばいいじゃないか、得意の絵。私、保育士でですね、絵で落ちてるんですよ。保育士受けてるんですけど、絵で落ちてるって知ってて、絵で描けって言うんですよ。で、そういう絵が出てきますんで、見てていただければと思います。では、早速、本題に入りたいと思うんですけども、皆さん、伴奏って知ってますか？この方ご存知ですかね。去年のリオデジャネイロオリンピックのパラリンピックで、パラリンピックですね、金メダルを取った道下美里選手です。で、伴走者がいないとやっぱ目が見えない方なので、走れないですよね。で、伴走っていうのは難しいんです。伴走っていうのは難しくてですね、こういうのってこういうのですね、一緒に目が見えない方と一緒に走る、何をするかというと安心と安全を届ける、この2つでございます。で、私ですね、2年前ぐらいから興味持ち出しまして、ようやくですね、3ヶ月前に初めて練習に参加したんです。で、大体今みたいな感じで練習会でですね、アイマスクしてましたよね。見てました？アイマスクしてるんですけども、ああいったのをつけてですね、一緒に入る、走るのが普通なんですけど、ハートピアってところで、月に2回練習会が行われてます。ここで初めて私行ってですね、そういうアイマスクつけてやってみようっていうことがあるかと思ったんですね。そしたらですね、一緒にパートナーになった人とですね、じゃあもう早速外出るよって言われてですね、いきなりですね、10キロその日走ったんですよ。練習なしで10キロ、あ、できるもんだなって。大体なんか伴走って難しそうじゃないですか。なんですけど、いきなり10キロ走れたんです。できるもんだなっていうことで、皆さん走ったことある方いらっしゃいます？マラソンいらっしゃらない？あ、ですよね。その方々よく聞いててください。はい。でですね、大体なんで私ができたかっていうのはですね、2年前から興味を持ち出してですね、これ鹿児島マラソンの時、私なんですけど、アフロかぶってますね。はい。それで、鹿児島マラソンの時にストーキングしてたんですよね。はい。ストーキングしていろいろどういったことを言ってるのか聞いてたんです。で、大事なことがですね、いろいろあるので、そこを紹介したいと思います。はい。で、伴走する時に必要なもの2つあります。このゼッケン、伴走者も、走る人も来たりしますけども、ゼッケンと、あとこのロープですね。これまだパラリンピック選手ですけども、結構長いですね。私のパートナー今こういうのを使ってます。あと一つ大事なことがあります。3つ大事なんですけど、この2つ、あと1つはですね、気遣いです。気遣いで、ずっとですね、伴走する人ってずっと喋ってるんですよ。何を喋ってるかっていったら、走ってる間にですね、目が見えないわけですから、いろんなことを喋ってます。坂がありますよとか、あと何メートルで速攻とか、マンホールとかですね、あと信号あるんで止まりますとか、何メーターでこういうことがありますっていうのを喋ってます。ずっと喋りながら 42.195 キロ走らなきゃいけません。はい。で、それと、どういったところが気になるかということをあれします。で、大体練習会で行くとこういうのをですね、皆さんだったら何て説明します？段差がありますって言いません？段差あります。これじゃダメなんですよ。なんでかって言ったら、上りか下りか分かんないから。はい。だから上りか下りかでこれが違います。で、私ですね、この後に出てくるので、ちょっと走りながらいろいろ考えたんですけども、最初こういう状況の時ですね、私最初自転車が通りますって言ってたんですよ。自転車が通りますって言ってたら、もう余裕なんですよ。通れるんですよ。通れるんだけど自転車が通りますって言うと寄ってくるんですね。だけども、じゃあ何て言えばいいかって言ったら、自転車通るけどこのままで大丈夫ですっていうふうに言い換えるようになったんです。で、練習会参加してないんですけども、そういった部分で、なんていうんですかね、練習会参加しなくてもこう練習しながらですね、そういった心遣いっていうのを学んでいける。やっぱりですね、そういう協会のを見ると練習会に参加しましょうって書いてるんですけども、もう本当に歩くだけって方もいらっしゃいますので、そういう気遣いを練習の中でですね、覚えていけるっていうのはですね、あれですね。で、これ福岡からって写真を今日提供いただきました。で、私個人的に哲学カフェとかもやってるんですから、すごく興味があるのは、目が見えないってことが分かんないんですよ。で、皆さん分かりますよ、目が見えないって。
どういうことか分かんなくて、私は走る練習のためにいろんな人と走るんですけども、そのため聞いてます、あの距離ってどうやって把握するんですか。私たちの場合目が見えるので地図とか思い浮かべるじゃないですか、だいたい10キロあと何キロでこういうところ。でもですね、そういう時に思い浮かべるんですけど、こういうふうに今から出てきますけど、こういうふうに言われたんです。そういうふうに地図とか、まあ、そのあれを思い浮かべながら言うと、あと何歩行ったら、なんだっけ、この速度で何歩行ったら何メートルだからとかいうのを書いてくると思ってたんですけど、そしたらですね、この GPS が500メートルのところに教えてくれるかって言われたら、当たり前なんですよね。視覚的な情報がないので想像できないです。視覚的な想像できないです。なので、まあ、こういう聴覚的な、回答が返ってきたんですけども、この回答を聞いたときによく伴走者は、その人の目になるっていうんですけども、目にはなれないなと思ったんです。これ私のバトルなんですけども、目にはなれないなと思ったんです。でちょっと落ち込みながらですね、そういうことを考えてたんですけども、目にはなれない、もう一緒に走ることしかできないなって思ってたんです。そしたら次の練習の時にですね、別の方からこういう答えが返ってきたんですね。何でしたっけ、ですね、私たちはもうあなたに任せてるので、伴走者任せてるんで安心しきってるので何も考えてないですって言われたんですよ。本当にこの方の目が見えない方々っていうのは普段もう何も見えないので、もう本当に言ったら怯えながら生活してます。走るってことはできないんですよね。それが私がいるだけで安心して走ることができるんですよ。でこれ今回ですね、福岡の方と写真やり取りする中で、まあ、こういうふうに言われたんですけども、やっぱりですね、走れることが当たり前の私たちができることって、一緒に走ってですね、私たちがいるだけでこの普段走れない人が走れるっていうことをですね、知っていただきたいと。そしてですね、そしてぜひですね、ウォーキングとかからでもいいんで、ぜひバズを始めてみてください。ありがとうございました。今日初めて来た方々、こんなことがあるなんてまず知らないですよね。こういう回です。野瀬さんだいぶ温めていただいて、だいぶ脱ぎ散らかしてましたけど、初めてのどうでしたか。ちょっと20秒の練習してなかったんで分かったね。まだ逆に哲学カフェの方もすごい気になるので、はい、第3回もお待ちしておりますので、はい、今日はありがとうございました。じゃあもう一度拍手を。